聞こえるかな。なんかね、うちがね、もう奥さんなんで疲れたらとかね、こうやってなってっていうのが、まあ、こういうね、人間のことね。通りちゃうから気に入らんからっていうよりか、うちを殺されたうちもそのパラで何殺されたとか言ってるけどな、パラで言うてうちがうちがさえ死んでくれたらね、なんとかなるから中の魚の精神の感じを犯されたからさ、だから必死で防衛してんの。うちの中の魚もね、家の世界が言う、まあ、今回の選手は言うと言ったけど、あれがあかんの、あれが言うねん、中の世界は。精神病者が権力者になっちゃうねん。天皇とか権力者になっちゃう、精神病者が。だからうち疲れても、精神病院と一緒にって今説明してるんですよ。こういうわけやねん。
それを放棄されて、その核を上に向かって、核を置いて、どうだってするわけ。別に上の刺さらんけど。下にもおるから、別にも下の世界で、感じように解いてます。みんな、解いてる。そんなやつらが権利してるから、何やろ。もう、平気で強制する。自分が死んだとしまえ、それってね。でも、誰にもかけずに消えるじゃん。な、うちを殺さんでええんですよ。だけど、うちが犯されたら、お前なんか死ねえってやつも、もう死ねえやろ。まさにみんな精神病者の発生ことなんて。ただ、お前精神病者を犯されたら、うちの娘の父、みんなが神とか死ぬって上がるんです。そうなってたんだよ。精神感じなくなる。そんな感じなの。うちってめっちゃ真っ暗な感じ。つまり何の話だかね。みんなも、なんか、知らんでも。な、あいつらストップさせろって言ってたんだ。全然。自己自得やんか、みんな。その中の世界で生まれた子供、ことごとく危険やから、ノートは。爆音族乗ってる。爆音族乗ってるやつが中で危険やで生まれたの。体の危険やで。